でメスキン発見。買おうかな。はい、どうもこんにちは、むかぐです。今日はの月曜日ということでね、いつもだったら、カメラトーク会というかですね、1週間あったカメラニュースなんかを雑談することが多いんですけれども、とは言ってもね、先週もずっとシグマ FPL やその他アルファの炎上事件であったりっていうのを雑談のネタにしてきたんでね、今日はちょっと月曜日とはいえカメラネタはないかなと思っているところなんですけれどもね、そんな中で今日紹介しようと思っているのはこちらです。ジャンと、はい、メスティンですね。メスティン、ここ1ヶ月ぐらいですか、僕ずっとワークマンで出ているはずのメスティンっていうのをずっと探していて、仕事場近くにあるワークマンっていうのを結構な頻度で行ってるんですけれども、ずっとないんですね、買えないんですね。心を折れかけていたんですけれども、先日ね、ホームセンターの江南っていうところ、江南っていうのはあれなんですか、もしかしたら関西限定かもしれないですけれども、ホームセンターがあるんですけれども、そこに行くとですね、メスティンが売ってたんですよ。でこれがね、結構値段的にもね1000円ぐらいで、ワークマンのメスティンの代替となるんじゃないのかというふうに思っているんでね、今日はねこちらの方を紹介しようと思うんですが、これだけね紹介しても仕方がないんで、ちょっと比較対象としましてね、こちら、これ以前ね買ってたんですけれども、100均のダイソーが出しているメスティなんですね。今日はねこの2つをねちょっと簡単に比較してみようかなというふうに思います。これがホームセンターで買った方のメスティなんですけれども、サウザンポートっていう、そういうブランドなんですかね。これはね1号から 1.5 号で、軽量メモリ付きでバリ取り不要っていうことですね。で本体はアルミでアルマイト加工っていうことですね。これアルマイト加工っていうのをしているとシーズニングっていう作業がいらないっていう話ではあるんですけれども、ただ使用上の注意としてここに、初めて使用する前や定期的なお手入れにシーズニングをおすすめしますっていうふうに書かれていますね。なのでどうなんでしょう、した方がいいということなんでしょうね。そんな感じですかね。でその一方、このダイソーの方なんだけれども、これも同じように、アルマイト加工されているもので、こちらはシーズニングのに関してはあんまり書いてないですね。じゃあね、早速この2つ、まだねこのダイソーの方もまだ開封していないんで、2つとも開けていこうと思います。いやもうね、やっぱり天気もね最近良くなってきたっていうこともあって、あじゃんと、よいしょ、こっちが、ホームセンターで買った方で、感じとしてはね大きさが違うっていうだけで、取っ手の質感なんかも似てますけれども、開けてみましょう。そうですね、やっぱりこの、分かりますかね、ここもうメモリがついてるんですね。これはでも結構分かりやすいですね。ダイソーの方にはそういうのはついてないですね、メモリはついていないっていう感じで、蓋の感じなんですけれども、ダイソーの方のメスティンっていうのはね、もうパカパカっていう感じですね。もう何の抵抗もなく蓋が開くっていう感じなんですけれども、こっちの方はちょっと抵抗があります。軽くね、とは言っても硬いとかっていうわけではないですね。これはこれに入るのかな。あ、すごいすごい、これぴったりじゃないですか。これすごい、これすごい発見。ホームセンターで買ったコーナーのメスティンには、このダイソーのメスティンがマジすっぽり入って、蓋もちゃんと閉まります。こんな感じ、重さ見てみましょうか。このダイソーのメスティンは
重さが約 123g で、一方このコーナーで買ったホームセンターで買った方のメスティンは 166g ということですね。で、ここに書いてある通りバリっていうのはねないですね。本家のこうトランギアのメスティンなんかここにこうバリが残っているんで、ヤスリで取らなきゃいけないっていう風な記事も読みましたけれども、こちらは両方このダイソーの方にもバリはないですね。なので紙ヤスリ等は必要ないかなと思います。2つこれ使うのってありかもしれないです ね。こっちでご飯炊いてこっちでなんかスープとか他の料理とかにも使えますもんね。はい、ということで今日はこのホームセンターの江南で売っていたノーザンポートのメスティン、こちらの方を紹介しました。これ税抜きで980円だったんで、1000円ちょっとですね、そういう感じなんですけれども、サイズ的にもね、ダイソーの500円メスティンと比べると、一回り大きくなる感じ でしかもね、これがこのパカッとね綺麗にこのダイソーのメスティンが入る、スタッキングできるっていうね、それもいいかなと思います。でしかもねこのこっちの方のねホームセンターの方には内側にメモリが入っているんですね。ここにも外側にもついてますけれども、水の分量っていうのをね入れやすくなるかなというふうに思います。でね、この大きさなんだけれども、サイズね、で横幅が 163mm で、奥行きが 94mm で、高さが 60mm で、蓋が幅が 168mm で、奥行きが 92mm で、高さが 15mm っていうことですね。ちゃんとね蓋の部分っていうのもそんなね強い引っかかりはないんだけれども、軽い抵抗っていうのがあるんで、こうやって裏返しても蓋が落ちない感じですね。こうやってね抵抗があるんで、その辺ね、この多分ダイソーはねもう簡単にこうスポッと落ちちゃいますね、これ、はい、その辺がまあ違いでしょうかね。はい、この1ヶ月ちょっとぐらいずっとねダイソーでメスティンを探していたんですけれども、それももうやめてこちらの方でいいかなと個人的には思っています。ということでね、ダイソーのメスティンがなかなか買えないという方は、近くのねホームセンターコーナーなんかも探してみるといいかなというふうに思います。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。